はい、ありがとうございます。お待ちください。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ2台目いきます。じゃあ3台目、女性のカメラです。じゃあその次、4番目のカメラです。役の青木さやかです。ワークスの三田村君です。ブレイヤーの木村花です。チームワークがすごくいいっていうか、子供たちがものすごく明るいんですよ。でそれによって時間もあっという間に過ぎてしまったし、疲れもそれで飛んじゃうし、子供たちの笑顔がもう何よりも最高のなんかプレゼントみたいで、子供たちはそれで癒されたんですね。それで初日を迎えられたっていうことになります。はい、私も自分が出る番まで30分あるんですけど、その30分の間、幕が開いて、メイビーが始まって、ティモローが使われて、1日に30分で号泣してます。いつも稽古場で前から出させていただいてるんですけど、で今回劇場に入って本当にこの大きい劇場にたくさんのお客様、子どもたちが入った芝居と本当に楽しみにして来てくださってるんだなということをすごく感動してますので、皆様に一人に期待となってお客様に感動を届けるように頑張っていきたいと思います。この2人 もう性格が全然違うんですよ。2人ともめちゃくちゃ物おじしないし、こんなに物おじしなくて堂々と舞台ステージの上にこの年から立ってるってすごいなと思うんですけど、とにかく明るいんです。でまた幕が開くと2人の性格が違ってこう違う兄になっていくんだと思うんですよね。それもまたやってて僕たちは楽しいですよ。でも元気ですもんね。元気ですよね。すごい元気。自分の鏡見てもね、61でしたっけ。今鏡見てね、61って自分でも思えないもん。遊ばれてるんですよ。遊ばれてるんですよ。頭で遊ばれてる。